はい、こんにちは、レトスノーノです。7月18日の3本に入っていきます。A は B に100万円を貸した。そして AC 間で保証委託契約が結ばれた。時効期間の経過前に B が債務を承認した場合、B の時効は更新するが、保証人 C の時効は更新されない。丸かツかという問題ですえ。考えたい方は一旦動画ストップしていただいて、この動画の下の概要欄から問題文をご確認ください。 えまず、A が B に100万円を貸したということなので、A が債権者、B が債務者ですねで。AC 間で保証委託契約が結ばれたということなので、A は債権者に対して C は保証人と、まあ、いうことになります。で、債務者 B が承認をしたんですね。債務を承認した。つまりえ、債務があることを認めたっていうことです。100万円借りてますよってことを認めたんですよね。で、認めることによって B の時効は更新する。 一方 C の時効は更新されない。まるか罰かという問題です。え答えはこれツですねえ。どちらの時効も更新します。債務者が債務を承認すると、債務者だけじゃなくて、保証人の時効も更新するんですね。つまり、債務者 B も保証人 C もえ時効は更新します。まあ、だからツですね。で、時効の更新って何かっていうと、時効期間がスタート支援0に戻って、 一からスタートをし直すすことを言うんですね。時効期間っていうのは刻一刻とこう過ぎていくわけですよ。時間がどんどん経過するんですけども、時効が更新することによって、一旦ゼロに戻って、まあ、つまり初めの地点に戻って、そこからまた1日目、2日目、3日目って、時効期間がまたスタートし始めるということなんですよ。まあ、昔の時効の中断と一緒ですね。意味としては、まあ。なんでここは覚えやすいんじゃないのかなと思います。 で、今回、債務者だけじゃなくて、保証人も時効が更新しています。で、これっていうのは、保証債務に不自由性があるからなんですね。で、今回ちょっと保証債務のこの不自由性のところについては、ちょっと細かくは解説しないんですけども、この問題のポイントっていうのは、もう今話した内容だけなんですよ。保証債務に不自由性があることによって、債務者だけじゃなくて、保証人の時効も更新するんだっていう話なんですね。 ただ、これを理解するためには、保証の性質など、もう複数の部分を理解する必要があるんですよ。で、不合格者の多くは、複数の分野が絡む複合問題を苦手としているんですね。で、これを克服しない限り、合格は難しいです。こんな複合問題でも、短期講座では、改正民法の基本から一歩ずつ解説していきますので、その点もご安心いただければと思います。まだ残り3ヶ月ありますので、十分間に合います。 今年本気で合格目指している方は、ぜひ短期講座をご検討ください。短期講座については、この動画の下の概要欄に URL 貼っておきますので、ぜひご確認ください。で、続いて問い2です。取引の相手方が、宅地建物取引業者であり、重要事項の説明は不要である旨を伝えられた場合、媒介業者は、重要事項説明書を交付すれば、説明する必要はない。丸か罰かという問題ですね。 で、答えは丸です。相手方が、宅検業者の場合、えー、重要事項説明、省略することができます。これは、重要事項の説明を省略することができるのであって、35条書面の交付、これは省略できません。つまり、35条書面だけ、飼い主の宅検業者とか、借り主の宅検業者に渡しておけば、重要事項説明まではしなくてもいいですよ、という問題ですね。 なので、媒介業者は、重要事項説明書、35条書面を交付すれば、重要事項の説明をする必要はない。これは、丸になります。で、3番ですね。市外化調整区域、開発許可を受けた開発区域を除く。この中において、一定の建築物の新築については、それが土地の区画形質の変更を伴わない場合であっても、都道府県知事の許可を受けなければならない、丸か罰かという問題ですね。 答えは丸です。市街化調整区域のうち、開発許可を受けた区域以外の区域内においては、え知事の許可を受けないと、えー、新築することできないんですね。で、今回の問題っていうのは市街化調整区域の話ですよね。市街化調整区域内での話なので、新築する場合は知事の許可が必要です。そもそも市街化調整区域っていうのは市街化を抑制する区域、つまり建物をあまり建てさせない区域なんですね。まあ、その点から考えれば、 建物建てさせないんだから、建物建てる場合は知事の許可が必要だっていうふうに考えれば理解しやすいですよね。で、今回のポイントは、この市街化調整区域のうち、開発許可を受けた区域以外の区域内、ここがどこかっていう話です。問題文のこの部分ですね。この部分。市街化調整区域、確保、開発許可を受けた開発区域を除く。この部分なんですけども、まあ、この部分の意味っていうものをちゃんと理解することが、まあ、理解学習なんですね。 で、この部分ちょっと解説すると長くなりますので、この部分については短期講座で解説させていただきます。短期集中実力アップ講座、値上げまであと2日となりました。効率的な勉強ができれば、今からでもまだ間に合います。もう来年勉強したくない、今年で終わりにしたいという方は、動画の下の概要欄から短期講座の内容をご確認いただければと思います。新たな事項をお待ちしております。レトスの小野でした。